絵日記、秋バージョン2日目でございます。今日はね、この椿を描こうかなと。ノビスケの仲間でなんか調べたんですけど、ハツカリっていう品種かなと思ってまして、なんか清楚で美しい花でございます。じゃあ行きましょうか。今日は絵の具で行こうかな。よし、絵の具で行こう。緑なんですけど、よくどの緑使ってるんですかと聞かれるのですが、私はあんまり緑を実は使ってなくて、ここにある絵の具、これね、ペインズグレーなんですね。ブルーグレーみたいな色で、これにこの色は分かりますか。映ってる？映ってない。これね、トランスペアレントイエロー、これを混ぜるとこう絶妙なこう椿グリーンになるんですよ。これをよく使います。椿はね、柔らかい色だからそんなでもないんですけれども、真っ赤な椿とかだと緑とハレーションを起こしたりもするので、あんまり綺麗な緑を使わないです。どっちかっていうとブルーに近いような。で、特に赤い椿だと紫で影を作るとすごいぴったりした、ぴったりなんかしっくりくるんですね。ちゃんと緑に見えるから不思議よ。からあまりかけなくてね、まあそれがなんていうんですかね、時間が短くて済むというので
いい点ではあるのですが、物足りないなって方はちゃんと大きいスケッチブックに書いてね。
よたってきたね。うん、まあしょうがないね。あんまりだから書きすぎない方がいいみたいですね。書き込みすぎない、これを肝に銘じて。どうかな、いけるかな。ちょっととりあえずこれでいいかな、いいかなね。と書きたい気持ちは満々だけど、ここでやめとく。はい、私は普段鉛筆あんまり使わないんですけど、使っちゃいけないということではないんですね。あのやっぱり鉛筆の美しさっていうのはありますし、鉛筆じゃなきゃちょっと今回の場合締まらないかなと思って、時々こうして使います。でも私はですけども、あんまりね下書きには使わないんですね。どっちかっていうと仕上げのに近くなってからとか、あとは途中でちょっと収集がつかなくなった時の なんていうんですかね、このお助けアイテム的に使うことが多いです。でここがキリッとするだけで、ここがぼんやりしててもなんとかなるもんでしょ。こんな感じで、ここ乾いたのもちょっと描きたいんですけどね。Thank you.
まで。